皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。本日もまたつらつらとおしゃべり動画でございまして、今日のテーマはですね、これをやってるとギターは上達しないぜ、上手くならないぜ、へっへーみたいな感じの、そういったお話をさせていただこうかなと思っております。まあエレキギターにおいてもアコースティックギターにおいても、ギターの上達を阻害する邪魔する要素はこれだ、ババーンみたいなそんな感じの話でございます。で、これ先に答えを言ってしまうとね、その阻害するものは何なのかと申しますと、先に答えちゃうと、情報っていう話を僕は今回したいんです。エレキギターの上達を阻害するものはね、結構情報、まあノウハウ集めに、時間をかけてしまったりとか、ノウハウコレクターやってしまったりとか、まあ、もしくはその集めた情報に振り回されてしまってね、うまく活用できなかったりとかすると、結局のところその集めた情報が一番邪魔をしちゃう時って結構あったりとかするなぁって思ったりとかするんですよ。で、この今日の話はですね、人によっては、おい、滝沢、お前適当なこと言ってんじゃねえみたいな感じで怒られちゃうかもしれないんですけれども、ちょっとね、少しでも僕に興味を持ってくださってる、少しでも僕に好意的な思いを、感情を持ってくださってる皆様にはですね、ちょっとまあ僕の話を聞いておいてほしいなと思って、動画の講師をしている次第でございます。最近は動画のアップロードがむちゃくちゃ容易になったので、いろんな人が動画をアップロードしてチャンネルを更新して、動画をたくさんね発信してますよね。で、そういった方々の中にはですね、エレキギターに限らずなんですけども、これをやってるとギターは上達しないとか、まだそんなことやってんのとか、これは無駄な方法ですとかっていう感じで危機感を煽る系のコンテンツを作っている人って、まあ少なくないですよね。まあ今回僕のこの動画はですね、あえて同じ手法でちょっとね、タイトルつけたりとかしたんですけれども、まあそういったこの危機感を煽る系のコンテンツ、まあ少なからず皆さんもですね、ドキッとして、なんかちょっと見ちゃったとか、なんか影響されたみたいなことも、まあ少なからずあると思います。で、そういった動画の一番、なんかね、何を僕が一番危惧するかっていうとですね、練習することに対して躊躇すること、一歩踏み出すのをためらうことが僕ね、すごい嫌だなって思うんですよね。この方法で合ってんのかなとか、なんか正しい方法でやんなきゃダメなんじゃないかなとか、私のこの一歩無駄なんじゃないかなっていう、なんかね、心のブレーキがかかってしまうことってすっごくもったいないなと思っていて、そこをね、なんか僕はね、すごい危惧するところなんですよね。で、ぶっちゃけた話、そのね、正しかろうが正しくなかろうがね、その、結局ギターの練習とかってその積み重ねをどんだけできるかっていう話なんですよ。まあ、正しいやり方で、最初から正しい方向に向かって、こう、バーッと進んでたとしても、結局その一歩一歩っていうのは、その、誰かが勝手に、ね、その車に乗せてくれるとかそういうわけじゃなくて、結局自分でその時間をかけてコツ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 歩かなきゃいけないわけなんですよね。で、もしその、自分一人でやってて、正しい方法が分からずに、なんか楽譜をね、勘違いして、この違う方向にこう自分がね、こうバーッと歩いちゃったとしても、こうね、積み重ねてるこの一歩一歩って決して裏切らなくて、もうちゃんとこの一歩一歩積み重ねればね、ちゃんと確実に筋力も脚力も持久力もついてくるからさ、もうテクニックも必ずついてくるし、自分のこの体も成長してるわけなんですよ。なんで、ある時に、すごい間違った方向に進んでたけれども、あ、これ違うじゃんって。まあ、教えてもらったりとか気づいたりとか本見たりとか動画を見たりとかしてですね、あ、これ違うって思った時に、もうそこからね、これ戻って遠回りをしなければいけないのかっていうと、そんなこともなくて、あ、違ったって思ったらね、そこにビュンってこうね、軌道修正できたりするものなんですよ。ちゃんと一歩一歩踏み出していれば。で、最初から正しい方向からブーっと行ってゴール地点にたどり着くのと、ちょっと間違ってくね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 して正しい方向してバッてゴールにたどり着くの。この、時間って、まあ、比べたときに、そのね、まあ、ちょっと、まあ、限りなくゼロではないけれども、まあね、そんな変わんないんですよね。結局のところ、その一歩を踏み出してるか踏み出してないか、これが一番大事でございまして、その一歩を、これ、正しいのかな？これ、この方向で合ってんのかな？大丈夫かな？え、でもあの人なんかこう、正しいフォームでやんなきゃダメとか、なんかこういうフィンガリングやんなきゃダメですよな。え、俺これ合ってんのかな？大丈夫かな？え、ちょっと動画見よう。あ、ちょっと本見よう。あれちょっと、あれあの動画見ようかな。え、これ合ってんのかな？うん、今日は疲れちゃったな。ちょっと寝よう。みたいな感じで。ずっとこのね、一歩を踏み出すことをね、ためらってしまうこと自体がですね、一番もったいないなって、すごく思うわけなんです。で、この、その正しい方向とかね、その、いいセオリーとかがすごい役立つ
ところっていうのはもちろん存在するんですけども、結構ね、それでずっとこのね、上の方、例えばその陸上競技とかに例えたならば、本当はもうね、アスリートのトップクラスで、もうオリンピックでも活躍するような、もう世界的なもう記録を残せねばならないっていう方向になってきたならば、まあ確かにその一流のトレーナーと一流の環境と一流のノウハウと、もう一流の何がし、一流の食事、うんたらかんたらってものが必要になってくるでしょう。しかし、まあ普通にアコースティックギターで楽しく弾き語りをしたい。とか、まあ、ソロギターをしたいとか、まあ、アコースティックギターじゃなくてもなんかこうエレキギターでこの早弾きをしたいとか、一概にこのぐらいってちょっとね、普通はこのぐらいってちょっと言えないんですけども、まあ、本当に、ね、普通にアコギを弾いたりとかね、制覇コードを弾いたりとか、まあ、ちょっとこうスラム奏法をしたりとか早弾きをしたりとか、そうですね、まあ、例えばですけどね、あの早弾きにおいても本当にもう80年代とかに活躍しているような例えばそのポール・ギルバートみたいな感じの、まあ、トラディショナルな早弾きにおいては、もちろんその正しいやり方とかもすごく必要なんだけれども、基本的にはもうね、もう積み重ねるしかほぼほぼなくて、基本的にある程度のところまではもう本当に時間勝負っていうところが正直なところなんです。で、もちろん、その正しいピッキングとか正しいフィンガリングとかもちろん存在するんですけども、そこにたどり着くまで、そこに気づくまではですね、割と自分でこうね、やらなきゃいけなかったりとかして、自然と気づく時もあれば、独自に進化しようと決まったりとかするわけなんですけども、まあ、とにかく何が言いたいかっていうと、その情報に惑わされてしまって、一歩をためらう、練習をためらう、躊躇する、そういった時間はね、すごくもったいないんで、ぜひともですね、これ合ってんのかなとか、これでいいのかなとかって思う時もあるかもしれないんですけども、これやってるやつは無駄だとか、なんか、これやってるやつは今すぐ出てこいみたいな、なんかそういった情報にですね、あんまりこの惑わされずにですね、本当に、とりあえずまあがむしゃらに邁進していただくのがね、一番近道なんじゃないかなって、思ったりとかする次第でございます。まあ、それでね、このあまりにも、迷ったら、これで本当にいいのかなって、まあ、その不安は払拭できませんから、僕はね、その不安にならなくてもいいですよって言ってもね、いや、そんな不安が、わかりました。竹田さんが不安にならなくてもいいってなったら、じゃあ俺は不安にならないぜ、バーンドーンみたいな感じになる人は、まあね、そんなに多くないと思うんで、まあ、どうしても払拭できないときは、まあ、やっぱね、習うってのが一番いいですよ。人に会う。それか僕の、オンラインレッスンとか対面レッスンとかでもいいですし、まあ僕の友達でもですね、まあエリキギターの西尾さんとかね、都内でよくレッスンしてますし、リュウゾさんとかもレッスンしたりとかしますよね。あとまあ萩原さんはレッスンしないけども、まあその僕の友達とかもですね、結構いろいろレッスンしてる人たくさんいたりとかするので、まあそういった方々にですね、まあいろいろとこう、これでいいのかなとかって確認をしてもらうと、いうのがすごくいいんじゃないのかなと思っております。僕自身もまあレッスンさせていただく中で結構多いのが、まあ、誰々さんが、これはダメだって言ってたんですけども、なんか、どうですかね、僕のフォームみたいな。結構あったりとかするんですよ。まあ、もちろんね、まあ、レッスンに来ていただいたからには、ちゃんとね、こっちの方向じゃなくて、こうですよ、みたいな感じで、もちろんそのね、ちょっとこう、道案内をさせていただくんですけども、けど、その道案内させてもらったから、速攻上手くなるかっていうと、結局そんなこともなくて、やっぱ結局一歩一歩踏み出していただくのはね、もうご本人ですから、ね、結局のところその近道をしてもらっているわけじゃないんですよね。そのもうこっちで正しいんで、もうこっちに進んでください、僕が言うんだから間違いないです、もう僕を信じて、もうこういう方向に進んで時間をかけてください、お願いしますっていうふうにこうお願いをする立場というか、そんなものだったりとかするわけなんですよね。まあ、そういったこのヘルプが必要ならばね、どん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 と、頼っていただけたらすごく嬉しいなと思いますし、そういうふうなヘルプが必要なくてもですね、おっしゃ、俺は、なんか、going my way するぜっていうふうに思っていただくなら、それはそれで全然構いませんし、なんかそんなことを思う次第なわけでございます。で、言ってみたら、そのエレキギターって、まあ、歴史はそんな古くないけど、ね、80年とかなんてそんな古くないけども、けどね、もう昭和の40年とか50年とかからね、ずっとこう音楽雑誌とかギターの教則本とか出てきてね、もうなんだかんだで平成も30年経って、もう今も令和6年とかにもなっていて、まあ本当にいろんな教則本とかね、いろんな参考書とかいろんなレッスンとかノウハウとか、まあ、たくさん出てきてるわけなんですよ。で、そのたくさん出てきてるノウハウの中で、そんなに目新しいものが出てきてるかっていうと、全くそんなことはなくて、結局はその本当にこの練習するっていう本当にもう根本的なものをどういうふうにアプローチをしているかっていう、本当それだけだったりとかするんですよね。その
なんか泳ぎ方の泳法になんか新しいメソッドが生まれましたとか、なんかこのピアノの奏法に新しいメソッドが生まれました、なんか昔40年前はこれが主流だったけども、現代はこれがモダンのルーツですみたいな、まあ、そういったものは、まあ、ゼロではないけど、エレキギターにおいてはそんなにないというか、むしろそこまで確立しているものがないっていう言い方が正しいのかもしれないんですけども、だったりとかするので。情報が古いからといって正しくないっていうわけでもないですし、情報が新しいからといって正しいっていうわけでもない。で、もっと言えば、まあ、チャンネル登録が多いからといって正しいとも限らないし、チャンネル登録が少ないからといって正しくないとも限らない。まあ、そんな感じで情報はいっぱいあるので、まあ、皆様にとって有益な情報がどれなのかっていうのをですね、まあ、選別をする、労力といいますか、その技術といいますか、時間が必要になってきたりとかする昨今ではあるんですが、とにかく躊躇はしないでほしいっていう、そういう話でございます。本当に面白いもんで、鍛錬、まあ、筋トレとかもそうですし、鍛錬っていうのはですね、積めば積むほど結果として絶対に出てくるんですよね。皆様自身は練習を続けて、なんか自分自身でやっぱ上達の実感ってなかなか実感しにくいから、なんか俺上手くなってるのかなとか、なんか俺ずっと1年間同じことしてる気がするぞとか、なんか俺去年とあんま変わらない気がするぞみたいな風に思ったりするかもしれないんですけども、ちゃんと第三者から見たらですね、上手になったりとかしてるんですよ。ちゃんと着実に結果が出たりとか、上達したりとかしているので、練習は裏切らないっていうことをぜひ念頭に置いていただいて、情報に惑わされないっていうことを覚えていただけたらすごく嬉しいなと思うところでございます。よろしくお願いします。そんなわけで、ちょっと今日はですね、珍しくそんな危機感をあるようなタイトルをつけて、情報に惑わされるなみたいな話をさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。ちょっとこれは本当に一部の人からちょっとこのいろいろと怒られかねない内容ではあるんですけども、まあ、もし皆様の方で何か思うことがありましたら、ぜひバシバシとコメント残していただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。ではそんな感じで今日の動画を見させていただきましょう。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。さよならグッバイ。じゃあね、滝沢勝成でした。最後にちょっとお知らせ、私滝沢勝成オンラインレッスン、対面レッスン、マンツーマンレッスンやっております。概要欄の方からですね、LINE の友達を登録していただくと、プルンと、ね、案内が届いて、そちらの方からですね、オンラインも対面も、レッスン予約ができるようになっております。マンツーマンレッスンなんでね、本当にもう皆様の困っていることを100%フォーカスした、レッスンが可能でございまして、本当に困ったことがあったら何でもご相談いただけたら、僕が持っている知識、できることならば何でも、お伝えさせていただきますので、ぜひとも、お気軽に頼っていただけたら嬉しいなと思う次第でございます。よろしくお願いします。そんな感じで、ぜひお気軽にレッスンも問い合わせしてくださいね。よろしくお願いします。ということでした。では、本当に終わり。さよなら、グッバイ。じゃあね、滝沢勝成でした。